こんばんは、四代目ケンケンです。今日はここの教会が、ありましたので、ここを探検していきたいと思います。それでは、入っていきたいと思います。はい。で、場所としてはマップでこの橋の方になりますね。結構ね、いろんなところはこう出歩いてみましたので、だいぶね。マップが広がってきました。はい。この橋の方になりますけれども、ここの場所になります。で、現在の、ね、いでたちはこんな形です。だいぶね、着るものも増えてきましたので、まあ、強くなってきたんじゃないかなと思います。ちょっと今ね、感染症になってる部分があるので、それが心配なところはあるんですけれども、それでは入っていきたいと思います。槍もね、だいぶ使い慣れてきましたので、ね、使いやすいかなと思います。あ、やっぱり教会なんで、ここは、あれですね、やっぱり墓標が、ね、いろいろ立ってますね。こんな形で。はい。ね。となると、もしかしたら夜、これから、ゾンビが一気に出てしまう可能性もあるんでしょうかね。ちょっと気にはなるんですけれども、気にしていきながら、ちょっと入っていきましょうか。早速、カバンがありました。はい。特に空の瓶と、まあ、菊なので、まあ、ほっといてもいいかなと思います。まあ、帰りにね、ちょっと見てみましょうかね。はい、1階は、いきなり声が聞こえるので、ちょっと怖いですね、どっから。あ、この下に、あ、いきなりあっちこっちからやっぱり来そうですね、これは。はい。で、結構ね、頭をうまくね、つけるようになったので、クリティカルヒットも、増えてきました。はい。こういう中から出てくるんですね。この下、ここに、これは、ウサギが隠れていそうなんですけれども、この椅子をちょっと壊さないと、やっつけることができないかもしれないので、ちょっと壊してみます。逃げるかな、逃げるかな。あ、やれましたね。はい。ウサギ倒しました。これをやっつけると、一応腐った肉には、なるかと思うんで、まあ、もらっときましょうかね。はい。それから、あとは、教会。教会といっても、あ、なんか、入り口だけの、ハリボテっぽい感じですね、これ。ね、表だけあって、それ以上裏がなかった状態。ですね、こんな形で。あ、また来ました。ちょっと頑張りましょうか。はい、よいしょ。はい、行けました。あ、ここはお墓で埋めてるところですね。一応ちょっと掘ってみましょうかね。ここ、一応、調べることができるということで、腐った肉と、ラッキーゴーグル。あ、ちょっと、足音がまた、あ、来ました、来ました。やっぱり出てきますね、あっちこっちから。はい。あんまり安心して、ね、
いろんなものを見る余裕がないかもしれません。ラッキーゴーグルは今つけました。はい、お肉は一応もらっときましょう。多分ね、あ、装備ちょっと変わりましたね。メガネっぽい感じの、ゴーグルもね、つけてます。はい。ちょっとコミカルになりましたけれども、これでまた、ね、強くなったんじゃないでしょうか。これでもう、棺桶のところは、あとは、もうこのまま、いけますかね。はい。よ。この中に何か入ってるんでしょうかね。開けた途端に、ゾンビが出てしまうということはないんでしょうか。ちょっと気になりながら開けてみたいと思います。はい、あ、特にはなかったですね。でもね、この下にまだ掘るところがありましたね。これもちょっと掘ってみましょうか。どれで掘るのが一番いいのかな。これも大変だな。これも大変か。これで、これも大変だな。まあ、細かくちょっと掘っていってみましょうか。はい。その間に、修理もしておきます。結構いろんなものがね、持てるものが増えてきました。はい。で、ガラスとかは、もう、捨てときます。はい。あ、捨てたらこれを、違うか。いけますね。このまま、掘っていけば。ちょっと休憩しながら、少し、掘っていきたいと思います。もう少しですね。ただ感染症になってるのが、だんだんパーセンテージが上がってきてるので、これが心配ですね。あと食べ物を今ちょっと食べましょうか。ブルーベリーをとりあえずいただきます。1なんであんまり回復しないかもしれないですね。ちょっと何個か食べます。はい。もう全部食べちゃいました。ああ、これでも変わりないですね。トウモロコシの方、これも食べるとどうでしょう。まだ消えないですね。左の食事マークがなかなか消えません。サンドイッチどうかな、これは消えるかもしれないですね。ただ感染症がちょっと心配なところですね。あ、食事のマークは消えました。あともう少しね、掘っていきたいと思います。さあ、何か出るでしょうか。もっと深くなってしまうかもしれないですね。あ、深くなってしまいましたね、やっぱり。これは、もう、ほっといてあげましょうか。ちょっと上がれなくなったので、とりあえず、はしごを作ります。ちょっと深く掘ってしまいましたね。はしご2個ぐらい。はい。これで、はしごを設置して、上がりたいと思います。はい。ここら辺がいけるのかな。これで1個つければ、多分登れるのかな。
今一つね、はしごの登り方が下手くそなんで、いけるかな。よ。あ、いけましたね。なんとか地上に出れました。あと雨が降ってるのでね、濡れないまんまで、行くにはちょっと難しいんですけれども、とりあえずぐるっと、まあ、取れるものはちょっと取っておきましょうか。ここは鳥の巣なんで羽がありました。で、端の方は、墓標とか、ね、ですね。で、この隣は、この建物は何でしょうね。おっと、そこに行くんですね。あそこにゴミがあるので、とりあえずゴミを見てみましょうか。鉄パイプと真鍮、まあ、とりあえずもらっときます。はい、じゃあちょっと地下も降りてみましょうか。絶対ゾンビがいる感じですよね。これも何かな。あ、これはなかったですね。あ、地下は結構あ、広いですね、かなり。へえ。まあ、外国のね、教会も、こういう形で地下が広くなってるところ、どっかね、僕も、海外行った時に見たことはありますね。へえ。じゃあ、端からまあ、どっから、あ、いきなり、どっから来る、どっから。もう、やっぱり来ますね。いっぱい。やばい。はい。空腹にまたなってしまいました。まだ食べれるもの。生肉、大丈夫かな。とりあえず、一つ食べてみましょうか。生肉をね、食べると、下痢をする可能性が高いです。はい。一応消えましたね、今。はい。ここに、棺桶がありました。これも調べています。中には、あ、やっぱり、腐った肉、ね。がありました。で、もしかしたら棺桶、これのないかな、ここらはなさそうですね。この下とかも特にない感じですね。ここはこれなんか怪しそうですね。あ、やっぱりありましたね。古いゴミ、鉄ですね。はい。一応もらっときます。さて、じゃあその横も見ていきましょうか。ね。隣の棺桶。ここも、あ、ここは布だけですね。はい。それから、用務員カート、ここにはスクラップポリマー、まあ、ポリマーとかねよくありますね。さあ、あ、こういうとこから出てくるんですね。今ちょっと気をつけたいと思います。はい、頭をやってしまいました。はい、また空腹ですね。生肉、あと、ビールは飲めるんですけど、飲むとね、ちょっと、まあ、パワーはすごいんですけれども、酔った状態でフラフラなります。まあ、水拳みたいな感じでしょうか。ね。まあ、その分ね、力がすごいあるような感じですね。はい。今言ったゾンビのところにも、品物があったのでもらっときます。
さあ、ここは、一つは空いてますけど、一つっていうか、ね、片一歩だけですね。これは、よ、登ることがちょっとできないんですね。頭が低いみたいなんでね。ちょっと壊せるのかな？どこから今度は来た。早い早い早い。やばいかな。いよ。かなりやられてしまいました。槍を持つ前に来てしまったんで、はい。これで、中ちょっと見てみたいなと思ったんですけれども、かなりここも硬そうですね。よ、覗けるのかな？よ。でも見る感じでは誰もいてなさそうですね、ここも。一応、ちょっと開けてみましょうか、こっち側もね。食べ物。アロエクリーム。健康度が良くなるので、まあ、これと、それからビタミン剤。疲労の治癒。これも飲んで、で、食事ですね。ユッカジュース、スタミナ、回復。これも飲んどきましょうか。で、お肉もまたちょっと食べて。残り。はい。で、こんな感じでしょうか。ちょっとパイプとかも解体しときます。今のところ。ちょっと重たくなっちゃったんでね。真鍮も解体して、ガラスは今のところあまりいらないんで、捨てました。まだ食事がね、食べきれてないみたいなんで、食べたくないけど、ちょっとお肉、腐った肉を少し食べて、これで、下痢にならなければいいんですけれども、大丈夫でしょうか。ね。ユッカジュースも飲みましょうかね。紅茶。紅茶もスタミナ回復には効くみたいですね。でも空腹を満たすにはまだ足りない感じですね。はい。よいしょ。あ、全部なくなってしまいました。ね、蓋だけが壊れるとばっかり思ってたんですけれども、そうではなかったですね。あら。ここも、はい、ゴミ。なんか食べ物があったらいいんですけれども、ないですね。鉛、砂も、まあ、羽も、真鍮もそんなにいらないんで、もう、ね、火薬も結構、もともとの、ね、どこだったかな、病院ですね、病院に置いてあるので、もうこの辺りは放っておきます。はい。粘土層もね、いらないんでね、置いときます。もう端切れは包帯とかが作れるんで、包帯を一応目いっぱいちょっと作っときます。はい、これで少し怪我してもいけますけど、もうあとでもね、
16しか健康度がないので、次ゾンビが来た時がちょっと怖いですね。この辺りライトあって、で椅子、それからここもどこだどこだ、どっからどっから、あやばい、やばいですね。ここは仮装するところですね。こっから、棺桶を入れて仮装？でも外国は土葬じゃないんでしょうかね。あ、ここもなんかありそうですね。あ、出てきた出てきた。うわ、真っ暗やからもう。はい、ここに、ね、はい、大丈夫ですね。はい、ここにも品物ありましたけど、粘土なんでも置いときます。もう次でもやられるとやばいですね、これは完全にね。ステロイドも、ステロイドよりもどれがいいのかな。ユッカジュースから、まあ重たいものはもう捨てておきます。はい、かなりね、持ち物で体が重たくなってしまって、それの負担がね結構あるみたいなんで、余計なものはねなるべく持たないようにしておいた方がいいですね。お腹が全然満たされません。あ、残念ながら体力不足で亡くなってしまいました。もう一回ちょっとチャレンジしたいと思います。はい、一応寝袋状で、今復活しましたけれども、入り口に、ゾンビとクマがいましたね。はい、うわー、これやばいな。素手ではあんまり戦いたくはないんですけれども、絶対これあっちこっちからもうゾンビが生まれてくる感じですね。あ、また死んでしまいました。荷物をね取りに行きたいんですけれども、先ほどのね、亡くなった場所まで戻るにはちょっときつい感じがしますね。今亡くなったところでは特に何もねないですけれども、とりあえずちょっと頑張って荷物を取りに行きたいと思います。先ほどのこっちからね地下に入ったはずですね。結構気合を入れないとさすがに教会は探検すべきじゃなかったかも。あ、クマを、クマ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 、あ、今いけるか、ここやったらいけるか。ああ、深い傷を負いました。あ、またやられてしまいました。もう、
今日はボロボロです。まあ朝まで待てというね、意見もあるかと思うんですけれども、せっかくね、もうここまで来てるので、もう一気にね、もう何遍なくなってもチャレンジしてみたいと思いますが、ゾンビがいましたね。これは怖い。またやられるな、これきっと。とりあえず今は素手で丸裸ですからね、全然いつ死んでもおかしくはないと思うんですけども、あ、これはもう出血多量でなくなりますね、きっと。はいはいはい、予想通りでした。何回死ねば済むねんってね、言われそうですけれども、で雨も降ってるし、もうはい、ちょっと頑張りましょうね。サイドでもクマが多分またうわ、クマいました、クマいました、クマがいた、クマがどこだ、クマ、うわ、すり抜けた、なんとかすり抜けた。はい、先ほどここのねトラップに捕まってしまいましたけれども、とりあえずバッグが取れました。はい、しばらくはちょっと助かったかな。これさっき見たところですね。とりあえず荷物がねどれぐらいあるかを見て、全部ね探検してから、ここは今日は何としてでも終わらせたいと思います。はい、腐った肉だけど、まあもらっときましょうか、一応。それからここにもありますね。これはこれだけ、鉄だけもらっときます。はい、ちょっと怖いな、これはもう埋まってますね。あ、うわー、クマ、クマはきついな、これはこれはきつい。あー、やっぱりクマと戦ったことは今回は初めてです。だけどやっぱりダメでしたね。はいね、結構ねゾンビたちがクマにやられる姿は見てたので、それでね、手強いなっていうことは知ってたんですけれども、やっぱり強いですね。おっと、おっと、これはすり抜けられるか。すり抜けたいんだけどな。倒れたところで、死ぬね、これはもう死ぬね、死ぬね。はい、もういい加減にしてほしいな。まあ本来ならここらは編集で全部ねカットして終わってしまいたいところではあるんですけれども、まあ、苦労してる部分もね皆さんに見てもらった方がいいのかなと思って、そのままちょっとアップしてみます。先ほどのゾンビですね。はい、息絶えてしまいました。ギリギリやっつけられたと思うんですけれども、あとはクマですね。やっぱりクマ、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 クマは、クマはこれ、クマはどうしよう。
一応ね、もう時間が朝になったので、ゾンビが生まれることはほとんどね、ないかと思うんですけれども、クマはさすがに関係なく出てきますよね。あ、出てきた出てきた。あ、でもこっちに出、あ、出ないか。あ、来た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 。回ってさ、あ、クマ来た来た来た、クマ来た、クマ、クマ来た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 、やられる。え、この地下街まで、地下街じゃない、地下までもしかして来たのかな。ちょっととにかく逃げさせてくださいね。はい、こっちを回りましたが、振り返ってみると一応クマはいませんでしたね今。あ、おっと来た。結構賢いですねクマは。これは賢い、やばい。もうなんとか逃げ切れるかなと思ったんですけれども、またまたダメでした。はい、これで5回ぐらいここでもうやられてるのかな。もう荷物だけ取ってもとっとと出ましょうかね。はい、一応クマをおびき出して、でその間に、荷物をねもう取ってすぐ戻ることにします。来たか、えらい、すごい回っていくのちゃんと理解できてるんですね、このクマは。どこに、え、お尻からで、え、お尻から出てきた、お尻から。お、今ハマってるからこの間に、さあとりあえずよ、はい、教会の中まで入ってこれました。降りてくる、うわー、クマやっぱ来てる。すごいなこのクマ、嗅覚が半端じゃないですね。こっちから上がって荷物を取って、さあもうこっち、はい、こっちから一気にもう上に上がります。ごめんなさい、教会の探検はこれにて終了です。はい、もうこれ以上やられるのは、コリゴリです。なんとか、逃げ切れましたね。はい、ちょっと音はしますけれども、あの入り口でハマってはいるようですね。あ、来た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 、やばいやばいやばい。こっち、こっちは、ここは、ここは開くのかな。あ、いた、ここだけ。犬もいますね。これで、お、これで一気にやっつけられそうですね。よっしゃ、あまりに、あ、でも犬がいるんですかね、意外と。
わあ、すごい強い。全然、え、なんか犬に助けられたかもしれないですね、もしかしたら。やっつけました、やっとすごい。だけどこれ出ていったらゾンビと犬がいてますよね。声が聞こえるから、今のうちにちょっと修理をして。やばいな、これは変に出ていきたくはないんですけれども。あ、そうかそうか、ゾンビと犬が戦ってるんですね、きっと。これここにいる。これで続けるのかな。あ、いい感じ、いい感じ。犬もやっつけれてますね、今。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。やっつけられました。久しぶりにいい戦いをしたような気分ですね。ね、晴れやかな朝が来ましたね。6時40分。さあ一度出てみます。ゾンビがいるんじゃないんでしょうかね。いないのかな。もう朝になったから消えてしまったみたいですね。いやー、すがすがしい朝ですね。あの苦労の甲斐甲斐っていうのかな、甲斐あって、まあなんとか、朝を迎えることができました。どうしようかな、どうしようかな。最後見てないところだけ、見ておきましょうかね。せっかく今、まあ体力も回復して、まあなくなったんでね、一旦感染症とかも全部なくなっちゃったんで、改めてちょっと見てみましょうか。残りの左側の地下が行ってなかったので、そこを少しね、見ておきましょうか。音がするということは、絶対何かがいるはずです。で、トラップに先ほどね、捕まってしまったんですよね、これ。もう嫌いです、このトラップは。はい。これで命を落としたことも数知れず。はい。でもここの中にも何かありそうな気はするんですけれどもね。ここは、あ、なんかやっぱありましたね。お、食べ物もありました。いらないものは、もう火薬は今、鉄砲まだ作れてないので、残念ながら使えません。はい。装備はしても、まだ弾がなかったと思うんで、ね、カチャカチャだけで終わってしまいます。はい。ちょっとライフルが使えるようになりたいんですけれども、これをまた改造する、改造する、これを読んで改造する方がいいんですけどね、本当は。
どうしようかな。ここでもこういうところでやってたらまた何が来るかわからないんで、一旦戻ってから最後ね、確かめてみたいと思います。あと残ったのはこちら側ですね。あ、薬ですね。さあ、どっから来るんだ？来た来た来た。お、一回でやっつけれましたね。こっちはダメか。よ、よいしょ。クレート。クレートは。あ、また来た。まだ68。やったらいけるかな。よいしょ。頭をね、崩したいんだけど。OK。OK、OK。はい。先ほどのクレート。開けてみます。いいものが入ってるかな？お、ハンドル。それから、設計図がありましたね。最近設計図だいぶ見つけられるようになりました。お、消防用の。これもいいですね。おお。結構強い武器が入りましたね。ショベルはここへ置いといて。斧。これどれぐらい？お。あ、結構、やっぱり強いですね。これを持って、最後回って、なんかあるかな？革のトランク。あ、また本ありましたね。ハンタージャーナルの3巻。はい。それから、また、これも、アーマーの。多分、これはまだ、つけれるんかな。装着可能です。まあ、もらっといて、後でまたやってみましょうかね。これ、パーツ、4。これなんかしないといけないのかな。これは着用4、3、4。これもレベルアップできましたね。はい。OK です。だいぶここでね、いいものがやっぱ手に入りました。よかった。ねえ、苦労して入った甲斐がありますね。ここは出てくるのかな、また。これは何もなかったですね。となると、ここか。ここも何もなし。あとは、先ほどの埋まってたところ、ゴミとかのこの崩れたところですかね。ここは何か出てくるんでしょうかね。これでも、出てくるのかな。どれで、鉄、石ショベルでやると少しはマシなんでしょうか。ね、8ずつしか減らない。これで、これはいけますね。12ずつ。あ、修理が必要です。はい。あ、修理するもう素材がないそうです。うん、これは今使えません。めんどくさいな。これは？これで少し削れますかね。スタミナ切れ。はい。こういうところを掘り進めていくと意外なものが出てきたりするんですけれどもね。どうなんでしょう。
んまりやりすぎてもね、また掘ってるだけで面白くないやんっていうのもあると思うんですけれどもね。まだね、皆さんにはお見せしてなかったんですけれども、まあ本拠地として一応病院のところに小屋を建てたんですけれども、そこの横で今ね、穴掘りをね始めてます。一体ね、どれぐらい掘れるのかなっていうのがちょっと気になったので、穴掘りを開始しております。まだはしごでね、4段ぐらいしか、掘ってないんですけれども、そこをね、もっと掘り進めていって、地下どれぐらいまで行けるかっていうのを今試してる最中です。ただそれをねアップするのはね、こういう掘り続けてる動画を見ても多分面白くないですよね。今も面白くないかもしれないですけれども、だからちょっとね、掘った後の様子をね、見せていきたいと思っておりますので、またちょっとねしばらくお待ちください。掘り進められたらどんな様子かのお見せしたいと思います、ね、だいぶここもね今綺麗になりましたね。でこういうのを掘っていくと石だけじゃなくてね、いろんなものが出てきたりします。鉄だとか砂だとか、それから草とか、あと、時々木もあったり、それから、あとなんだ、粘土もあったかな。なんか場所によってはいろんなものが出てくるみたいですので、まあそれもね、面白いんじゃないでしょうかね。で、あとはまあ経験値もね、こうやって上がっていくんで、はい。なんか、見知らぬ階段ですかね、これ。ね、崩れた階段が出てきましたね。ここ。これ。外に出れるんでしょうか？あ、出れないや。ここで終わってましたね。失礼しました。これ、天井か。天井が見えてただけですね。はい。掘り進めては見たんですけれども、天井だけでどうも終わってしまいそうですね。結構頑張って掘った割には、成果がなかったですね。ね、期待したんですけれどもね。ないかな？どうなんでしょうね。でももうなさそうですね、ここは。もうここだけ掘って終わりにしたいと思いますね。掘り進めるのは。はい。もう天井しか見えませんでしたね。はい。失礼いたしました。まあまあ、これで一応ね、なんか当たったかな？なんか、音がしたんですけれども、まあ、教会の地下もこれで探検できたんで、まあ、いいかなと。はい。ここもないかな。よいしょ。はい。おっと。なんか、声が聞こえましたが、まさかの。はい。こういうところにね、穴があって、よいしょ。何かね、隠れてるかなと思ったんですけれども、なかったで、とりあえず上がりましょうか。
声はするんですけれど、まあ、クマじゃないと思うんで、やられることは少ないかと思うんですけれども、はい。一応出てきました。今のところ何もね、ここもなさそうですね。この橋もないですね。じゃあ、ぐるっと回ってみましょうか。ね。先ほどのこの穴、あ、穴の外ですね。なんか手が今、見えましたね。見えましたね。ここですね。はい。どこだ？あ、この、どこだ？あ、この、こいつは、こいつも嫌いですね。あの、地面を這いつくばるゾンビ。結構気がつかない間にね、やられてたりしてて。足元にいてるんで嫌いです、本当に。こいつ、こいつ。はい。ね。修理しときますね、これ。それから、こっち。鉄製は、ちょっと無理なんですね。今、持ってないんで。あとは、ここは掘れそうですかね。なんか、掘ってみましょうか。棺桶が出てくるかもしれないですね、もしかしたら。ないかな？ね、こんな風に、いろんなものをね、探検してみるとか、試してみるっていうのも、このゲームの面白さだと思いますね。結構自由度がね、大きいんで、だから自分で好きな目標を決めて、まあそれに向かってね、何かやってみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。ね、家を建ててみるとか、あ、これ穴入ってしまいましたね。ね、そういうこともできますしね。それからひたすらね、ゾンビを、倒し続けるっていうのもいいと思いますし。で、ちょっと、気になってたのが、ちょっと申し訳ないですが、墓標、ね、これは何か、壊してしまうと、何か起きるんでしょうか。ゾンビが出てくるとか、ね、そういうのがあるんでしょうか。少し気になったので、申し訳ないです。ここ、一個だけ少し、ちょっと、試させてください。あ、特に何もなかったですね。これは単なる杭みたいですけれども、ね、何なんでしょうね、これは。ここにもありますけれども。ね、いっぱいあちこち掘りすぎたので、お腹が空いてしまいました。先ほどの鶏肉スープがあったのでね、これを食べて、あとはまた重たいものはもうちょっと捨てときます。はい。布もね、いいです。はい。羽。これぐらい。あとは、空き缶とかは解体して、弾ができたんで、これで、拳銃もいけそうな感じもしますね。はい。まあ、なんか、長い一日だったような気がしますが、ここからもなんか出るのかな？先ほど。この下。ああ、これは硬いですね。あ、ここはいけるか。
微妙なところで、これは上の柱のとこですかね。ちょっと位置を変えてしまうと掘ってる場所が変わったりするんでね。横木でしたね。穴だけね、またここも掘ってみたいと思います。何かこの下にさっきゾンビがいてたようなところだったんですけれども、あら出ないですね。あとはこれは石ですね。結構硬いんかな。ほんなら、これは違う、さっき残してたものでしたね。はい、これは硬いか。ここはもう諦めますね。といったところでね、もう散々ねなくなってしまいましたが、教会の探検でしたね。はい、これで今で56分、やっぱり1時間近くねここでいろいろやってた状況になります。またね、他のところは次回の探検でお見せしたいと思います。それではまた、楽しみにしておいてください。4代目ケンケンでした。バイバイ。